さあ上機嫌な欅の種ですということでね何ノリノリで運転してんでしょうかね。さあご飯も食べて元気よくというところなんですけれども、実はですねこの後もう一箇所気になるところがありまして、花火ね、手花火をやってた写真のところがここじゃないかなと思ってる場所にもう一回戻ってみて、はい、でそこを確認して、でだったらちょうどいい時間になると思うので、はい、最終目的地に行こうと思います。はい、いやどうですか、タイトなスケジュールをねじ込むいや逆にでも時間余っちゃってるからね。そうなんだ、だからもうちょっと後に出てもよかったかもね。ということでですね、桜島方向にまたしばらくちょっと戻って、荒崎パーキングエリアというところに行ってみましたよ。この一帯っぽいね、うん、あでも島は見えないな。これずっと行ったらあんのかな。ということでございまして、当てが外れましてですね、こっからちょっといろいろと道をこう探しながら運転することになってしまいました。海岸線のね道に出てみたりとかして、桜島を見比べながらですねアングルを探すんですが、なかなか見つからない。うん、まあでもこういう時はロケハンをちゃんとしとかないとななんて思うわけですが、結局1時間ぐらいさまよいまして、行き着いた場所はこちらですね、埋立地にある、ホテルの横というか裏手にある、場所でした。あれと思って止めてみたらこっちですね。来たこれ、多分どっかこの辺で花火やってますよ。なるほどね、はい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 、完璧でございます。ということで、無事に撮影できました。皆さんもこの防波堤でね、写真を撮ってみたらいいかななんて思います。結構探すと難しいですけどね、頑張ってみてください。ちなみにホテル名はリブマックスリゾート桜島シーフロントというところになります。さあもう無事にね、全て今回目的としていた聖地は終わりましてですね、もう気づけば夕方ということで、今日の夕飯どちらに行くかというとこちらでございますね、中山亭鹿屋店ということで焼肉屋さんでございますね。分かってる方は分かってらっしゃるこのお店、ゾノも、通っていたお店でございます。この日はね予約席で満席ということで、うん、予約しないと多分食べづらいと思いますよ。はい、上タン塩からいただきましょう。うまそうに食べてましたね。でその次来たのがこちらですね、赤身の握りでございます。炙り握り、いやこれはね皆さんもそこさく見てたらわかるでしょうけれども、あのイラストの肉寿司でございます。いやこれは食べなきゃね。はい、それじゃいただきます。意味が分かんない。何この油の。えぐいって。一つもうこれが最後。うん、つけてもあげる。やばい。もう語彙力なくなってます。そして極上カルビまでいただいちゃいました。いやこの霜の量がね異常。ね、真っ白。ああ、
もうね、丁寧に1枚ずつ焼きますよ、そりゃ。もう油もいい感じに、黄色いいい油が出ております。いや、うまくないわけがないよね、こんな。飯テロ動画すいません。まず歯がいらないのと、あ、うまっ、これを食べることによって、すっごい出てくる。やばいこれ。でしょ。やばいこれ。さあ、もうやばいしか言ってませんが、上ハラミもね、やっぱり、年取ってくるとハラミが美味しいって言いますが、確かにと思いますね。いやー、美味しかったな、これも。今見ててもね、もう味が思い出せるぐらい、いやー、うまかったです。オンザナース。うん、あのちゃんと肉の味のするハラミ、うまいね、やばい。はい、ということでね、今回はですね、もう単品を注文して、食べましたけれども、コース料理もあったりしますんで、そちらで楽しんでもいいかと思いますね。やっぱりご飯をしっかり食べて、いや、もりもり食べさせていただきました。本当にごちそうさまでした。本当に、ぜひ皆さんも行ってみてほしいな。最後いただきます。はい、ということで、いやー、美味しかった。美味しかった。まあ今日こうやって、まあゾノの写真集と、まあそれに、まあ、付随する形で、しましたけれども、これで多分日帰り旅行のツアーとしては全然いけると思うので、ぜひもし鹿児島に来られた際はね、ぜひレンタカー借りてね、やってもらえるといいのかなと思いますけど、一泊すればもう市内と大隅と、それこそほら、さっき花火したところの旅行も宿泊地だし、昼行ったゆくさ、海の学校の宿泊施設なんで、まあゆくさの方がもしかしたらそのいいかもね。うん、そうですね。学校に宿泊施設になってるし、階段の上の方の実際のその、ゾノの写真集で使ったような部屋も多分あると思うので、だからそういうのもありかなと思ったりしますね。はい、はい、ということで今日は一日がかりで大隅の旅、はい、半分光半分影大隅の旅ということで疲れたけど、ちょっと最後の肉で全てのパワーをチャージできたんで初めて歯がなくても食べれる肉も食べたね。食べれるっていう、あんな色のお肉初めて見ましたそう、焼き目がつかない肉を初めて見たうまかったです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう、ということで、それではまた次回、バイバイ、バイバイ。